こんにちは、サムライジャパン SJ です。さあ、サイドマラソンです。久々。そして今回は異種格闘技戦とも言うべきか。左コーナー、チューダーロイヤル 38mm28500VS 右コーナーはセイコースモー SBDC081。 こちらの対決になります。どうでしょう、意外といける対決かもしれません。私もセイドを覚えていないので個人的にも楽しみなのです。本日スタートデイ0ですね。そして明日はデイ1となります。それではまた明日楽しみです。GO! デイ1になります。これセイドマラソン、どんなものかと言いますと、10日間にわたって私が実際に腕につけて、そして実生活においての実用精度、実際の精度を測っていくものです。で、10日間を平均で割って日差を出すという具合になっております。これ、リストありますので説明欄に貼っておきますね。行きましょう。左のチューダーロイヤル38、こちらは前日からプラス7秒進みました。そして右側のプロスペックス、SPDC081 はプラス9秒進みましたね。今のところなんとなく順当に見えてる感じもします。これが10日間となるとなかなかのロングタームで、毎日毎日これ撮影していきますので、はい、次はデイ2になります。デイ2、2日経ちました。左側チューダーロイヤル38、こちらはプラス6秒進んで合計で13秒の進みとなっています、この矢印。そして右側 SBDC081 はプラス11秒進みまして、合計でプラス20秒の進みとなっています。じわっと差がついてきましたね。ここからが見ものですよね。さあ、どうなりますことやら。それでは次はデイ3です。デイ3、合計3日経ちました。こう、今日はもう午前2時半ですね。寝落ち明けです。うっかり寝落ちしてました。行くぞ。はい、チューダーはどうでしょう。プラス8秒進みまして合計で21秒となりました、このあたりですね。そして右側セイコープロスペックスは6R35ですけれども、このムーブは、プラス9秒進みまして合計で29秒となりました。じわーっと差がついてきているかなという感じはありますが、でもこちらの 6R35 もいやいや安定していますね。あとはまあ気温差とかドーンと出るときありますので、まあそれに注意して、見守っていきたいと思います。デイ4になります。あ、手袋、間違えた、白手袋じゃない。しまったな、今日は雪が降りましてね、朝から寒いと思ったら昼も2度ぐらいまでしか上がってないみですよ。寒いか、間違えちゃった。負けずに行きましょう。はい、チューダーは左側、前日のプラス21秒進みからプラス25秒、つまり合計でプラス4秒の進みとなりました。小さいですね。そして右がプロスペックスは逆にプラス29から41、つまりプラス12秒進みました。これ今日はターニングポイントかもしれませんね。この気温差がまあぐっとお昼が冷え込んだのか、まあそれは定かではありませんが、チューダーは一番差が小さくなっています。7、6、8ときてプラス4ですからね、一番小さいと、ほぼ半分の進みです。で、逆にプロスペックスは一番大きいんですね。9、11、9、そして12、本日ですから。まあそんな感じで面白いですよね。なるほどといつも思うんですけれども、これやってみないとやっぱ分かんないですね。 Day5、 いよいよ半分来ましたね。左側チューダーは前日の25から32まで行きまして、1日でプラス7秒の進みとなっています。プラス7秒の進み。そして右側プロスペックスは
プラス41秒からプラス55秒まで行きましたね。ですので1日で14秒進みました。やっぱりこのプラスの進み幅が大きい、左側中段は小さいというところで正確性がこう出ていますね。ただ両者とも、まあ、特に成功6R健闘ですよね。これ極端にマイナスブンと出ることもないですし、こう安定してプラスが出ていると。時々言われる 6R ですが、さて10日後まで行きますよ。次は Day 6になります。どうでしょう、左側チューダーロイヤル38、こちらは前日30プラス32からプラス38秒、つまりプラス6秒進みました。このぐらいですね。そして右側セイコープロスペックスはプラス55からギュッと超えましてプラス66秒、1分超えになりました。そして1日の幅がプラス11秒ですね、日差ということで、まあかなり差がついてきましたけれども、まあなんとなく見えてきましたね。落ち着いている印象、安定している印象が強いです。次は Day 7です。今日は普段と違う出来事ありました。6時間ぐらいテーブルに置いたまま手を洗った後に2つ置いて、でまあこういうリアルですね、そういうのも含めてのリアル制度ということでご了承ください。よりリアルに近いと。で結果はどうかと言いますと、 Day 7、本日はプラス、左側チューダープラス38からプラス45、つまり進みは7秒ですね、プラス7秒の進み。そして右側セイコーはプラス66からプラス76、合計でプラス10秒の進みという具合になりました。これまではずっと24時間もう寝る時もずっとつけたまま寝ているんですけれども、そこでそこでですよ、まあ大して変わらないというのはなかなか素晴らしいですね。これ若干こうね、誤差とか触れが出たりするものですが、特にまあチューダーは安心していますけれども、 6R35 こちらが容易ですね。これはどうしたんでしょう嬉しい誤算。次は Day 8です。朝起きたら極寒の雪ですよ。通りでエアコンたちが騒ぐわけだ。それはラピュタでしたね。今日は車でミニ出張があるので、ちょっと早めに出ないと混みそうですね。 Day 8になりました。いよいよ佳境ですね。相変わらずご覧のように寒いですね。最高気温がもう1度2度とか、もうそのぐらいのレベルです。寒波のおかげでですね、行ってみましょう。気温差どうでしたか。まずは左側チューダーロイヤル38、前回のプラス45からプラス53、合計でプラス8秒の進みとなっています。つまり53、まだ1分超えはしてないんですね。そして右側セイコープロスペックスは、前回の76、このあたりですね、からプラス90とぐーっとプラス14秒の進みとなりまして、もう1分半と。どうでしょう、まあ、気温差とはいえ、まあまあこう安定して見ていられるとすごく安心できますねそこが正直なところですね。 Day 9です。まずは数値からいきましょう。チューダーロイヤル38、左側ですね、プラス4秒に収まりました。前日53秒から57秒までいきましたね。ここギリギリ1分超えてません。それから右側のプロスペックス081は前日90からプラス100秒ちょうど、進みはプラス10秒となりました。さてさて、これでどうでしょう。私はなんとなくやっていて、まあ安定してますので安心して、まあ逆にもうそろそろいいかなと思ってしまったんですね。で多分ご覧になってる方も、いやまあ大体分かったなというのがまあ本音ではないでしょうかと思いまして、ですので今回はこれで
おしまいと、ここにフィニッシュとフィナーレと書いたんですが、うん、そうさせていただこうかなと思いましたね。これ手を抜いてるわけではなくて、もう大体わかりましたねと、非常に安定して素晴らしかったですね。で 6R もまあプラス10秒、うん、まあプラス出ていますけれども、毎日ですね、うん、まあなんとなくこうイメージがつく範囲 でただこうマイナスにボンとマイナス5とかマイナス10とか触れることが一切ないので、素晴らしく安定しているなと。で左側チューダーの方は、これはセリタの SW ベースですけれども、まあやはり非常に良いですね。コスクの認定は取っていませんけれども、そうですね、ここで計算しましょう。はい、それでは左側チューダーは、9日間合計で57秒進みました。割る9ですので、イコール日差は 6.3 秒です。プラス 6.3 秒パーデイとなりました。そしてプロスペックス右側は100秒割る9日でプラス 11.1 秒パーデイと出ましたね。まあ、とっても両者ともに良くて、まあ、チューダーも当然ながらのようにこう素晴らしく安定していて、いや素晴らしい、本当何も言うことがないという感じでしたね。今回の両者の結果は褒められる結果といって良いのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。意外と良いですか悪いですか。私はこんなものかなと思ったんですよ。逆に 6R の方ですね、 6R35 パワーリザーブ70時間、こちらが毎日もう申し上げたように安定してましたね。まあこういうまあ当たりと言っていいのか、皆さんもご周知くださればと、今回はこのような結果となりました。チューダーはもう一度言いますと、プラス 6.3 秒パーデイ、そして、SBDC081 はプラス 11.1 秒パーデイ、ロングタームテスト精度マラソンとなりました。皆様お付き合いありがとうございます。そして今日も明日もお元気でいってらっしゃい。